どうも、倉さんです。今日は好きなことの見つけ方というテーマで学んでいきます。現代はマーケティング 4.0 の自己実現の時代とも言われていて、一人一人の精神的欲求を満たすことが重視される時代になりました。これはなぜかというと、インターネットの普及によって誰でも情報を簡単に得られるようになったことと、誰でも好きなことが発信できるようになったことが理由の一つだと僕は思います。で、今回は好きなことの見つけ方という内容なんですけど、まず自分の好きなことに気づけない人はある特徴があります。それは何かというと、恵まれた環境にいる人です。こういった人はなかなか好きなことが見つからないんですね。要は自分の生活が恵まれすぎて、好きなことを意識できる環境にいないということなんですよ。私は生活安定してる、仕事も月給ちゃんともらってるけど、毎日同じ道を通って同じ道を帰っていて、淡々と日々を繰り返すだけで、自分の好きなことがいまいちわからないんだよなっていう人、今の時代すごい多いと思うんですね。で、好きなことって自然に夢中になれるし、もっとその時間を味わうにはどうしたらいいかなって意外と考えたりするので、僕は好きなことを見つけるのをぜひお勧めします。じゃあ好きなことはどうやって見つけたらいいかというと、自分の嫌いなことを一回思い出してみてください。え、嫌いなことって思いますよね。ここぜひ覚えておいてほしいんですけど、好きなことっていうのは嫌いなことの対極にあるんですよ。例えば学生時代を思い出してほしいんですけど、試験前になると急に忙しくなったり、やりたいことが増えたりした経験ってありませんか？再来週期末テストか、あ、ゲームしたいな、映画見たいな、友達と遊びたいなとか、試験前になると決まってどんどんやりたいことが見つかった経験ってありませんか？人はそれまで無限に思えていた自由時間がなくなると、やりたいことを次々と見つけ出していくんですよ。これは嫌なことだからこそ、そこから好きなことをやりたいという衝動が生まれてくるんですね。だから好きなことを見つけたいと思ってる時に、僕がおすすめするやり方は、学生時代に勉強をサボってこっそりやっていたことを思い出してみてください。夜勉強するって親に言ったけど、こっそりアニメ見てたなとか、親に勉強するって言ったけど、友達に電話してよく恋話してたなとか、そもそも好きな人のことばかり考えて試験どころじゃなかったわとか、何でもいいので勉強をサボってこっそりやっていたことを一回思い出してみてください。それがあなたの好きなこととつながっているはずです。ちなみに僕は中2でいじめにあって不登校になった時、家で毎日1日12時間以上ドラゴンクエストというロールプレイングゲームをしていました。学校に行くといじめられるから嫌いになって、それによって大好きなドラゴンクエストというゲームを見つけたんですよ。で、なんで1日12時間以上もドラクエやっとったんだろうって今振り返ってみると、ロールプレイングゲームはいろんな人と出会ったり、いろんな敵を倒していくことで主人公と仲間を成長させていけるんですね。もうこれがすごい楽しかったんですよ。で、あれから20年以上経つんですけど、今の僕は自分自身を成長させていくことが好きになって、自分を通じてこの YouTube 動画を見てくれてる僕の仲間でもあるあなたにも、僕の日々学んだこと、気づいたことを聞いてもらって、あなたの何かしらの気づきや成長につながってくれたら嬉しいと思って、僕は日々動画をアップしてるんですね。これは今の僕でいうロールプレイングゲームになるんですよ。これもしっかり今とつながってると僕は個人的に感じています。こういったように嫌いなことがないと好きなことも際立たないので、一回自分は学生時代何に夢中になってたかなというのを考えてみてください。これ考えていくと、はっと自分のルーツに気づくことが多いので、そうやって少しずつ自分の価値観っていうのが変わっていったら、見える景色や考え方っていうのがガラッと変わっていくので、ぜひあなたができることから実践してみてください。あと、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。